すごいよこれは。いくらだったかっていうのを聞いたんですけど、なんと税込み。皆さんこんにちは、サックス奏者の孫岩城亮と申します。東京を中心に演奏活動をしております。というわけで今日はですね、もうこれね、わかりますか、この素敵なねお家にいます。今日はなんと僕のですね、生徒さんのお家にお邪魔してるんですけど、見てください、これこのね、わかりますか、これそう、これは防音室です。今日はお家をね、改造して最高のね、防音室を作ってしまった方のお家にお邪魔して取材させていただくことになりました。はい、よろしくお願いします。中をもうマジでちょっと一回もう見ちゃったんですけど、もう一回ちょっと初めてみたいなリアクションするんで、お家にお邪魔したつもりでぜひ動画をご覧いただけたらと思います。では見てみましょう。というわけでよろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっとドア開けていただいていいですか。はい、じゃあこちらどうぞ。おお、すごいよこれは。皆さんわかりますか、これね、電子ドラムもあるしギターもあるし、むちゃくちゃかっこいいっすよこれ。あの、衝撃なのはこれ、もともと襖がなんかついてたんですよね。そうなんです、この部分に襖があった寝室だったんですよね。はいはい、それを防音室にしてほしいというお願いを。すごいっすね。そう、襖だったのが壁にね、はい、もうなっちゃって、もうぶっちゃけ分かんないですね。 こっちの壁はもともとの壁ですよね。そうです、完全に一体化してます。で、これ防音室の中の、吸気換気口もついてる、うん、っていうことですよね。そうですね。このびっくりなのこのつなぎ目ですよね。なんかもともと四角い感じだったんですよね、ここがね。そうなんです、そうです。だったけどちょっと削ってるけど、はい、もう全然床材が一緒すぎてわからないという、はい、でやっぱりね、防音はこのね、床が大事らしいんでね、この厚みがちゃんとついてるし、こう信じられないぐらい分厚い壁が。これやばいっすね。じゃあすいません、お邪魔します。はい、というわけで入らせていただいたんですけど、これディスプレイついてますけど、はい、テレビなんですか。テレビ iPad で見てるんですけど、いつもそれが繋いでるんですけど。あ、なるほどね。で、あ、こういう感じで、これすごくないですか、これ楽譜が、うん、この iPad に表示されてる楽譜がそのままディスプレイに出てるっていうことですよね。そうです。うわ、わかります、これやばいっすよね。書き込みもほら、こんだけでかかったらもう誰でもね見えると思うんで、ここに楽譜が映って、それでサックスがね並んでますけれども、これで練習ができると。さっきちょっと見せていただいた換気はこれでやってると。換気は吸気と排気があって、はあ、でも外も、ね、見えますけれども、驚異の30窓、一番外がもともとの窓 で内側に2枚ついてると。こんだけやんないとダメなんですね。マンションだとね、この電子ドラムもこれ大概ですよね、値段ね。これ詳しい人分かるじゃないですか、これ見ただけでね。一押しの機能があるっていうことで、プロジェクターだったんですね。これは本体の、本体にそのまあ一応 YouTube もついてんですけど、それだとすごい遅いんですよ。サックス奏者の孫岩城亮と申します。密室でこんな顔見るのやだろうしております。今日はですね、金メッキのモデルを使ってるんですけど、結構でかいです。まあ、実はですね、すごいセルバーも持ってます。はい、というわけでね、もう早速どれぐらい防音してるのかっていうのをね、試していきたいんですけれども、この部屋で音吹いてみようと思います。もう普通にテナーサックス吹きます。まあまあの音量で吹いてます。だいぶね、反響が調整されてるみたいで、さっきちょっと触れなかったんですけど、ここに超音素材っていうかマットみたいな感じなんですけど、これなんかつけていただいたそうで、これがねあって多少吸音してます。こっちのね、ドラムの裏の方にも吸音材とか超音材っていうのかな、ついてるんで反射が少し抑えられてて、まあ、壁とかもね、床もフローリングなんでね、まだ余地あると思うんですけど、ちょっともう一回音吹いてみますね。はい、こ
こんな感じでございます。じゃあちょっと外にカメラを置いて同じ音量で吹いてみようと思います。じゃあ中で吹いてみたいと思います。はい、どうでしょうか。僕はね、まだ編集してないんで聞いてないんですけど、テレビぐらいの音量にはなってるっていうことでね、まあ実際部屋の中にね響いてても別にさらに壁があるんで外に漏れないかどうかっていうのがまあ重要だと思うんで、すごい家帰ってきてこれあったらやばいっすよねめっちゃかっこいい。はい、ということでね、こちらの防音室はこれ別に宣伝とかね案件とかじゃないですけど、バドシーンさんっていう僕も YouTube 拝見したことがある会社さんが施工してくださったらしくて、僕もお家にね防音室欲しいなって思ってた時にいろいろ調べてたら、やっぱり防音はね重さだみたいなのをすごいおっしゃってるチャンネルがあって、すごいなんか本格的な施工されるっていうのを聞いてて、さっきねご出演いただいた生徒さんもいろいろ調べて、もうほんとそれこそね大手のね防音施工してくれる会社さんいろいろ調べた結果、一番やっぱりね信頼できそうっていうところでバドシーンさんに頼みましたって言ってて、壁がねそれぞれ25センチずつぐらい増量されてるらしいです。でちなみにお部屋は6畳とちょっと大きめぐらいな感じらしいです。いくらだったかっていうのを聞いたんですけど、なんと税込み550万円らしいです。あーすごいすごいっすね。車全然買えるね、いい車買えますねですけど、まあさっきねちょっとお話してたんですけど、資産価値がね非常に上がるっていうことでね、ご家族をね説得されたっておっしゃってたんでね、まあでも本当そうっすよね。防音室って本当にないし、それこそ僕も引っ越しとかねするときに音出せるかどうかってめっちゃ調べるんですけど、大抵ないし、ピアノまで OK はあってもサックスは無理だしみたいな。今回このお部屋でまあドラムもね、生ドラムはやっぱり NG で、電子ドラムでギリセーフ、サックスもバリトンはちょっと危ないんじゃないかっていうご忠告をいただいたっていうことだったんでね、やっぱ低音ってすごい回っちゃうっていうのは僕もいろいろね動画とか見て知りましたし、あとやっぱり床ですよね、振動がやっぱ行きやすいらしいんで、まあ戸建てだとねまたちょっと変わってくると思うんですけど、ね、やっぱり集合住宅マンションで防音しようと思って本気でねやろうと思ったら、まあ、それぐらいかけないとちょっと安心はできないっていうところなのかなっていう感じでございますね。もうこれ本当に羨ましいっすよね。ただ僕だったら絶対こうテレビでずっと YouTube 見てますけどね、映画とかね絶対練習しないだろうなこれサックスもね 82Z ですからねこれね。ということでね、今日は本当にありがとうございました。めちゃくちゃかっこいいお部屋で、もうテナーとねアルトも吹かれてるんでね、お部屋があるんで、じゃあ先生に両方とも設定していただきます。そうなんで、まあサックスがね増えていくっていうことで、これからはソプラノもね買い足して、バリトンはちょっと危なそうなんでね、その辺を頑張って一緒にやってみましょう。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、ありがとうございます。